射撃状態トレーラーに搭載した状態自動車牽引時は砲弾20発を収納した弾薬者と一緒に牽引された 120mm 迫撃砲 PM-38 とは第二次世界大戦で老能赤軍が使用した迫撃砲であるとはロシア語で連帯迫撃砲という意味であるによって開発され百三十八年に正式採用された 1941年には3000門が配備されていたという。あとの手で再設計されたものが、合計の 120mm 迫撃砲 PM-43 として採用されている。独祖戦でソ連側は多数を使用したが、序盤の劣勢機には多数がドイツ軍に露隔されている。ドイツ軍はコピー品の 12cm。 GRW42 まで製造するほどに、この迫撃砲を重宝した。対戦後は、東側諸国に供与され、ベトナム戦争でも南ベトナム解放民族戦線が、アメリカ軍や南ベトナム軍の野戦部隊や基地の攻撃に使用している。なお、独組戦でドイツ軍が接収したものについては12センチメートル、迫撃砲378の名称が与えられて、 前線に配備された。ありがとうございます。